こんばんは、平井弘之です。今回はですね、ユーティリティのですね特徴と打つ場面と、あとはこんな練習したらいいんじゃないですかっていう動画を撮っていきたいと思います。平井弘之のワンナップゴルフ。まずそのユーティリティをどういう目的で入れてるかにもよるんですけども、アイアンが苦手で、特にこれ3番ユーティリティなんですけど、3番アイアンがやっぱめちゃくちゃ難しいんで、代わりに3番ユーティリティを入れて、ハイブリッドですよねを入れて、付近の距離を優しく打つために用途として使う。あとは距離的には7番ウッドの距離なんで、ただウッドが苦手、あとウッドになるともちろん同じ番手でもユーティリティより長くなるので、長いクラブが嫌いとかですね、そういった目的でユーティリティを入れてる方、あとはウッドよりもちょっと球を強くしたい時なんかにすごく有効なので、そういった目的で入れることがすごくユーティリティなんか多いと思うんですよね。僕よく見るのがユーティリティにスチールシャフト入れてる方結構いるんですけど、プロは別として、優しさを求めるためにユーティリティを入れてるのにスチールシャフトを入れてたら、ちょっと矛盾に感じちゃうんです僕は。もちろんスチールって重量があって、なおかつX は嫌うと思うんですよ皆さん。スチールの S とか SR ってめちゃくちゃドヨンドヨンしなって、めちゃくちゃ難しいんですよ。でユーティリティにスチール入れるんだったら、できれば固めの方がいいですよ。ハンフレックスか、もうワンフレックス固めでもいいぐらい。だから S を基準としてユーティリティ選ぶんだったら、スチールだったら X でもいいぐらい。それぐらい長いクラブのスチールシャフトっていうのはおすすめしないです。もうインパクトだるすぎちゃう、もうよれちゃってダラーンってなるんで、こうシャキッとした球を打てないですよね。なんであまりスチールシャフトっていうのはおすすめしないですが、それでもスチールの感じがいいっていう方もちろんいらっしゃるんですよ。そういう場合は、例えばこれ三遊なんですけど、三遊だったら3番アイアンより長くセッティングされてるんで、それを短く切って、この番手のアイアンと同じ長さのセッティングにしていただくと、スチールシャフトでもすごく優しく打てるんですよ。そういう場合はもちろん硬さなんかも、使いたい硬さを使っていただいた方がいいんですけども、この番手よりも長くなっちゃうと、多分これアイアンで言うと2番アイアンかドライビングアイアンぐらいの長さがあるんですよ。でそれでスチールだとめちゃくちゃもうインパクトがだるくなっちゃうんですよね。もたついちゃうんで、できれば優しいために入れてるんで、スパンとヘッドさばきがいい方がいいんで、できればカーボンシャフトをおすすめしますし、スチールだったら先ほど言った短いセッティングで使っていただいた方がよりいいと思いますね。使う場面っていうのは全然フェアウェイ、ティーアップ、ラフ、バンカーから使う人もいると思うんですが、場所問わず本当に使って、お助けクラブなんでどんどん使っていただいた方がいいんですよ。でほんのちょっとユーティリティもアドレスの時にちょっとかぶせるぐらいの感じがおすすめします。それはきっちりボールを拾ってあげたいから、ちゃんと捕まえて打ってあげるために、ほんのちょっとだけいつものアドレスよりもちょっと閉じてあげる、フェースをですね、これぐらい閉じてあげる感じがすごくおすすめしますんで、それは練習場でちょっとやっていただいた方がいいと思います。でボールポジションなんかはフェアウェイウッドと一緒で、結構左に行きがちの方が多いんで、これもアイアンと一緒、真ん中ぐらいに置いて、ヘッドが真ん中でいいですよね。ヘッドがご自身の真ん中で、それに合わせてボールを置いてあげたらちょうどいい位置に来るかなと思うんで、その位置に置いていただいた方がいいと思います。練習方法なんですが、いろんな場面で今打つって言ったんで、いろんな状況で打ってみてください。今ボールポジション説明したのは基本の位置なんで、そこからじゃあボールを1個左に移しましたって言ったら、いいフェードが出ましたね。じゃあ次にノーマルポジションからボール1個中、ドローボールが出ましたね。そうで、ノーマルポジション。
これでストレートボールが出ましたね。それでそのボールポジションをいじっていろんな場面から想定して打ってあげること。例えば今のだったら1球目真ん中よりも左に置きましたって言った僕のイメージっていうのはショートホールのティーアップ、あとはラフのちょっと浮いてる時なんかをイメージして今打ちました。で2球目にノーマルポジションよりボールを1個中に入れました。これは若干ライが悪いフェアウェイとかラフ、あとはヘアウェイバンカーなんかを想定して打ちました。で最後ど真ん中に置いてノーマルポジションで打ったのはヘアウェイのごくごく普通な平らなライでノーマルショットを打つっていうイメージで打ちました。なのでお助けクラブっていう名の通りいろんなところから打つ可能性があるんで、それを想定して練習するなんかはすごくいいと思います。であとはドリル的な練習っていうのはヘアウェイウッドと一緒で短いティーアップ、低いティーアップでずっと同じペーススピードで打ち続けることが大事になるので、ぜひその辺を練習場で試してみていただければと思います。では今回はですねユーティリティハイブリッドクラブですねについてちょっと解説させていただきました。で気に入っていただけたらチャンネル登録とですねグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。